こんにちは、ねるチャンネルです。今日はオリジナルパックを4パック買ってきました。最近融合デッキを組むことが多くて、融合がなくなってきているので、最初に融合が見えているパックを3パックと、あとこの最後は、ミストウォームなんですけど、ミストウォームが1パック100円で手に入るならまあいいかなと思って、最後はミストウォームにしました。それでは早速開封していきたいと思います。融合を造園。盗賊の7つ道具。シェイプシスター。ウォータードラゴン。うん、これはミサワくんのカードですよね。野生解放。未来の思い。おう、ダークコーリング。お、エレメンタルヒーロー。バブルマン。うん。相変わらずヒーローはかっこいいですね。1パック目はダークコーリングとかいいカードが結構多かったですね。じゃあ次。2パック目。融合。お、ダークシティ。サンダーブレイク。浮上。忍法。お、ガガガキット。ナーガ。お、自爆心。うん。ガチャピンですね。これは満足さんのカードですね。うん。2パック目も、まあなかなかいいんじゃないでしょうか。じゃあ、3パック目。融合。思い出のブランコ。お、ライトロード。うん、お父さんですね。お邪魔トリオ。マジックストライカー。お。ディープダイブ。イニシエのルール。うん。うん、今回のパックはなんか100円にしてはいいカードが結構多いですね。じゃあ、ラスト。ミストウォーム。お、マドルチェティーブレイク。あれ、マドルチェティーブレイク。マドルチェティーブレイク？マドルチェティーブレイク？マドルチェティーブレイク。どんだけ続くんですかね。マドルチェティーブレイク。マドルチェティーブレイク。マドルチェティーブレイク。うん、この流れは最後の一枚もマドルチェティーブレイクでしょうね。と、お、痛恨の訴え。何ですか、この並びは。どういうことですかね。なんか、マドルチェティーブレイクこんだけ入れといて、最後のこの痛恨の訴えは、多分、お店の人の狙いですよね。ね、私、かなり前に、50枚入りのオリパを買ったことがあるんですけど、その時はですね、サジンの大竜巻が、50枚中20枚入ってたことがあって、ちょっとなんだよって思った、ですけど、面白かったので、まあ、いいかと思ってたんですね。今回、また同じようなことが起こってしまって、たまにこういうことをやらかしてくれるこのお店、ちょっと面白いので好きですね。じゃあまた、融合とかが入ってるカードが、いいカードがあれば、またオリパも買っていきたいと思います。以上、ねるチャンネルでした。